の8レーン勝負強いオーティスです。レフトへ高々下がる、スレッジが下がる、入りました。オーティスのツーランホームランでホークスが先制。首位攻防3連戦の初戦、オーティスのバットでホークスが先制しています。今ゆっくりとホームイン、そしてお決まりのポーズ、川崎とデュオでやりました。いやー、先制点どちらのチームが取るかというような状況だったんですが、こちらはオーティスジュニア、オーティスが一振りで決めましたね。これ大きいですね、この得点の入れ方というものもね。向川さん、はい、ファイターズサイドなんですが、津田ピッチングコーチはですね、はい、藤井の場合はチームに先制点をもらうとどんどん乗っていくタイプというふうに言っていますので、まず先制点を